スノーマン向井工事の、ソレスノーカメラマンルックが公開。戦場カメラマンに似てる、ひょっこり工事可愛い。ベレー帽にミリタリーベストを羽織り、黒インナーを合わせたある人を彷彿とさせるスタイル TBS、ソレスノーマンにやらせてください。公式インスタグラムにて、向井工事のカメラマン姿が7枚公開された。向井は、ベレー帽にミリタリーベストを羽織り、 クロインナーを合わせた戦場カメラマン渡辺陽一を彷彿とさせるスタイルで登場している。11月24日の「ソレスノーマンにやらせてください」にて、向井浩二が自慢のカメラで都内各地で決定的瞬間を撃写という内容が放送されることが予告されており、そのオフショットとみられる。ベンチに腰掛けカメラを手元に置いたショットから、カメラを持ち構える姿、柱から覗き込むパパラッチ風ショットまで、 様々な画角や表情の向かいが公開されている。ファンからは、戦場カメラマンに似てる、ひょっこり工事可愛い、ベレー帽に合うなど絶賛の声が相次いでいる。